はい、次。なんだ、お前か。何しに来た、ちょっと話しまって。ふん、他だ自覚症状でも出てきたんだろ。熱でも出るのか。熱なんか出るだって。これは、この通り体ピンピンだい。じゃあ何しに来たんだ。雨が降って心機癖が、おめえのおかしな寺の魚にして、やりに行こうと思ってな。やせやせ、かわいそうな野郎だ。どうしてそういう名になれねえんだ。なぜと？うん、病気は怖いんだろ。バカ、ほら、お前が病気を怖がってるのを笑ってるんじゃねえぞ。怖いものを怖がるのは当たり前だ。それが恥ずかしいのはお前の根性がおかしいんだ。お前たちはそれが勇気だと思ってやがる。俺に言わせればお前たちほど臆病者はないよ。じゃあなぜ故郷弟子に入れ墨したり隠語使ったり疑問だけ背負って突っ張って歩かなきゃならないんだ。自分で自分が耐えれねえからじゃねえか。俺にはそんな働きかないよ。お前なんかで今出てったあの小さな女の子の方がどれだけ土砂っぽりがあるかわからねえ。あの子はな、病気と面と向かってシャーンとしてる。お前と来たらそんな勇気は来るっぱかしもねえ。暗闇は目をつぶって駆け抜けるって口さ。どうだ、図星だろう。Fuck.